格安ソフトを漁ってきたリサイクル店。今日はね、リサイクル店行ってきました。あ、運んでくれてます。チータンがね、一生懸命運んでくれてます。最近出たがりなんです。さあ行ってみよう。見切れてるって。それではね、まずはね、こちらです。フロントミッション162円でした。ちょっと箱にはね、へこみがありますけど、162円ならね、まだいいかな。中はね、綺麗ですよ。まあ、シミュレーションゲームでしたよね、これね。確かね。違ってたらね、ご指摘ください。で、これがね、カセットなんですけど、結構綺麗ですよ。ね。綺麗綺麗。綺麗綺麗。ちょっとね、掃除しながらやりますか。このお店ね、結構ね、安いものは安い。安くないものは、ネットより全然高いみたいなね。そんなお店です。あ、やっぱりちょっと汚いか。使い込まれた感はね、ちょっとあるかな。でも大事にね、使ってたみたいですよね。今ね、拭いてるのはね、アビリティクリーンです。まず端子清掃からね、してます。端子清掃した後に、いつものね、接点強化剤ですね。まあ、空拭きもね、一応しときます。で、接点強化剤ですね。これねー、この後にね、こぼしちゃってさ、もったいないことしちゃったな。結構入ってたのにさ。結構高いんだよね、あれね。まあ一応ね、これでね、拭いときます。錆防止も含めてね。よし、それでね、カバさんですね。カセットじゃないとね、出番がないんでね、もっと出番くれってね、言われてるんですけどね、なかなかカセットを買う機会がなくて。よし。この上の番号ってさ、何なんだろうね。ファミコンのレンタルでもやってたのかな。なんか違法的な。そんなことはないか。まあこれフロントミッションですね。結構状態がね、162円にしてはいいですよね。というわけでね、1本目はフロントミッションでした。それではね、2本目ですね。スーパーモナコグランプリですね。購入価格54円ですね。そう、500って言いたくなっちゃうよね。54円なんですよ。安くないですか？メガドライブのね、ソフトです。結構さ、状態もいいんだよね。汚れてはいるけどね。この辺は端子きれいにね、
していけば。うん、でもそんなに思ったより汚れてないかな。ちょっとね、茶色いシミがついてるぐらいです。茶色いシミってね、なんか嫌な感じだけどね。うん、茶色いシミがね、ついてます。こうやってね、掃除しとくとね、レトロフリークでもね、一発起動なんですよね。だからね、毎回ね、この清掃の方法をとってます。今、接点強化剤塗ってます。あ、空拭きですね。これ今、接点強化剤です。まあ、汚れてますね、少しね。まあ、これがね、50円のソフトでした。次がですね、これです。ジョン・モンタナのフットボールですね。これもね、54円。50円で買えるってすごくない？税込みで54円ですからね。ジョン・モンタナね。もうすごい有名で大人気でしたよね。まあイケメンですしね。スーパースター選手ですよね。メガドライブは茶色いシミなんですね。ちょっと茶色いシミがついてます。茶色いシミやだ。茶色いシミはやだな。まあ空拭きしてね。接点強化剤も塗っときましょう。もうチータンのおかげでね、こぼしたんですよ。あの接点強化剤ね。ああ、これ忘れてましたね。カバさん。え、俺はって言われました、今。カバさんでね、こうやって一応、綺麗にはしてるんですけど。ほとんどね、汚れつかないかな。綺麗でした。これで50円ならね、ありですね。よいしょ。綺麗になったかな。やっぱね、カバさんの力はね、絶大ですね。というわけで、今回買ったのは、この3本です。メガドライブだけね、動作確認してみます。レトロフリークですね。やっぱりいいですね。懐かしい感じです。安全運転でね、攻めていきたいと思います。懐かしいよな、こんな感じでしたよね。昔のカーレースゲームって。ビューンって抜かれていきました、ビューンって。200キロ出てんのにな。全然追いつかないですね。やばい。爆破だけは阻止したい。よし。安定のね、15位でした。では次ですね。ジョー・モンタナのね、フットボール。いきますよ。これでキャッチして走るんです。頑張れ、いけ。お、すごい、すごい。
ぞ。あ、惜しい。ナイスプレーですね。今のはスーパープレーです。実況はプニでお送りしております。まあ実況というよりね、プレイしてるんですけどね。こっからがな、なかなかな。あー、惜しい。押し出された。あ、でもいいね、進んだ進んだ。よし、 OK ってな感じのゲームです。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただければと思います。これからね、ちょっとチーターがね出てくるかもしれないですけど、よろしくお願いいたします。それではバイバイ。